仮面ライダードライブカードゲーム、これね今回初めてレビューするんだけれども、カードがさすごいかっこいいんだよね。カードがね2枚入ってて全部で21種類、だからもしかしたら11パック買ってきたからコンプできるかもしんないんだよね。あとねギャムもね楽しみなんだよね。ギャム、じゃあとりあえず早速開けるか。開けてどんな感じか見てみようぜ。開け口はねこの上にあるんだけど、開けにくいなこれ。あのねここにあるんだけどさ、めっちゃ開けにくいんだけど、力でさ、いったるこれ、力でせいと、開けてと。まずカードをさ、見る前にギャムを見たいんだけど、あ、カード出ちゃったな。おっと待って、カードね、意外にチャッチーかもしんない。紙だ、あの、なんだろう、厚紙みたいな感じのカード。あ、でもデザインは、待って、これデザインはいいけどさ、うん、カード自体がチャッチーな。だってこれ紙だもん、厚紙。ね、ほんとこれと素材変わんない感じ。うん、厚紙だから正直良くないな。これ何番？カードナンバー4か。ドライブドライバー、ほう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 。いやデザインかっこいいのにもったいねえなこれ。でもまあいっか、うん、デザインかっこいいからさ、まあ安いんだこれ、60円ぐらいだからさ、値段的に考えてこれぐらいのクオリティだよね。4番と16番、よし、うん、まあしょうがないしょうがない、どんどん行こうか。あ、待って、その前にギャム見ようか。ギャム、さてどんなギャムかな。シュー、あ、これコレクションできる、ギャム倉庫でしょ、余裕でギャム倉庫にシュー。いいねいいね、ギャムコレクションがめちゃめちゃ増える。いや1000個までほど遠いかんな、おい、1000個舐めてた。1000個ね意外に多い。さっと、おっと、いっ、ちょっと待って、おかしいでしょ。もうかぶった。マジかよ、このかぶりの帝王俺、マジっすか、余裕で被ったね。お、9番、こっち初、うん、タイプスピード、こっち初だね。3、おお、デザインかっこいいのにな、すっげえチャッチンだよね。なんかほら紙、厚紙、ただの、いやこれぐらいねクオリティがあったらよかった。見てこのかっけえ、ストロンガーとね、ブラック、1987年、俺の生まれた年。いいねこれ、超気に入ってんだよね。あとねこれ見て、ザン、いやーかっこいいね、やばくね、もうデザインこれぐらいの、紙の質があればもっと良かったんだけれども、カードね普通に厚紙、ほんとこんな感じ、こんな感じのカードだからちょっとそこが残念かな。ザンと、お、14番だ、初で、2番、14と2番、来ました、なかなかかぶらないね、ザンと、ほう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 、これはコンプできんじゃねえか、まだまだいけるからね、あと1枚かぶったら終わりか。うん、やばいな、これはちょっとプレッシャー。まあでも今回はねどんな感じかっつ、うん、あれで、ね、お試し買いみたいな感じだったから、これ初めて買うからさ。おっと、19番、セイと4番、わお、速攻かぶったわ、やっぱかぶるな。いやデザインかっこいいね、ドライブ生かすぜ。しかしながらかぶりミラコ、うん、まあギャムがあるからいいね。ギャムコレクターのね俺にはねたまんねえぜ。ガムもついててカードもついてるっつね。よいしょ、おっと、7番初だね。16、わお、16番のカードはもう持ってるね。でこっち初、7番、ほう、やったぜ。あー、デザインかっけえ、しかしながらねすーげえチャッチンだよほら。いやマジ、60円ぐらいだからね、いくらだったかな、税込みで60円だっけな、うん、すっげえ安い、でもこれ超安い。セイト、おっと、初じゃないこれ、チェイサー、おー、いいっすな、チェイサーで、待ってきたわ、待ってくれ、来たわ、よしよしよし、いいんじゃないいいんじゃない。いやデザインいいね、いいんだけども髪がチャッチ、しかしながらドゥルッドゥッドゥルー、キリタソ降臨、おお、めっちゃめちゃい、アザッス、ミニスカポリス、アザッス、いやーこのスタイルいいね、この天使レベルで美しいミニスカポリススタイル、いやー最高だね、うん、これは来たぞ、切り出そう、ガン降臨、来たわ、来たけれども髪がチャチードゥルッて言って厚紙でもこれ余裕で美女カードコレクションランクイン、やったぜ、あざす。いやもう今回ねこれで満足かもしれない、うん、まあ一番気に入ってんのはシャドウムーンなんだけれども、シャドウムーンね、シャドウムーンやばいねやっぱね。あと RX のカードも欲しいんだよね、 RX のカードまだ持ってないから、初ザン17、10番、ほう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 、さっと、まあこっちを見ようか、デザインいいんだけどね、なかなか
しかしながら紙がな、これ普通の紙だからな、ほんと工作の時間に使うような厚紙。まあそこは残念、安いからね、文句は言っちゃいけないか。うん、これでさ、ワンパック300円とかでこれだったら切れるよ、俺ブチ切れ。もうブチ切れモード入るけど、うん、値段が安いから、うわ、かぶった。そう、全然 OK かな。よいしょ、うん、ザン、初っすね。いやでもデザインいいわ、全部。よし、あとね、3パックか、3個、うん、だからとっとと開けて、ギャムコレクションを増やそうぜ。いや嬉しいな、今日ですげえ増えたギャム。15番仮面ライダードライブタイプワイルドドクター。おお、イスドルッドツルッドゥルル、マジっすか、これマジ天使降臨したぞ。いやもうね、今回オッケーだわ。はい、キリタス降臨、天使降臨、あざっす。いやこれで爆乳ボインだったらもう最高だよな。言うことナッシング、やべえわ、半端ね、あざっす、これ永遠の宝物で、ラスト2。いやこのシリーズね、面白いわ。今回初レビューなんだけど、これすげえ面白い。おっと、初じゃない、21、いいね、ザン、イエス、これかぶりだね。おお、やっぱデザインはいいんだけどな、髪がね、すげえペラペラなんだよ、厚髪だから。しかしながらもう美女降臨してから、美女やばくねえ、これ超可愛いんだけど、マジ半端ねえ、余裕で美女カードコレクション、ほら、いいね、ダブル天使前降りた、やす、あざっす、これは酒飲みてえな。で、ラストワン、もうこうなったら美女をかぶりてえな、もう一枚。うん、もうコンプできないからさ、こうなったらもう開き直って、美女来い、ドゥルッドゥッドゥル、ギャムである、ザン。さて、何が来るか、ハンドル剣、さ、あー、ちくしょう、こうなったね、やっぱデザインいいね、かっちょいいな。はい、ということで今回はざっとこんな感じっすね。まず2番、そして美女降臨、3番でしょ。いやーこの美女ね、2枚来たからマジ最高マッスルすげえし、で4番に6番に7番に、9番、そして10番で、11、12、13なくて14、15、16、17、18、19、20がなくて21。うんうん、どうしようかな、これコンプする、コンプしちゃう、まあここまで来たらコンプしてもいいよね。うん、まあ美女もね、あと何枚か欲しいし、これね、全然これかぶっとっけ、見てこの美女レベル、天使、いやー最高、あざっせ。まああったら買ってくるわ、うん、買ってきてコンプ目指そうか。よし、じゃあまた次回違うカード、残りのカードでお会いしましょう。最後はもちろん言うまでもなく美女カードバイバイでしょ。いやーマジ美女愛半端ないわ、そして俺大好きなストロンガー、いやストロンガーもいいね、うん、いやもうデザインがねすげえ。